俺の名はロジャー。おお、試合終わった。喉乾いたな。オーストラリアに住む IT エンジニアだ。すべて屋内で完結する仕事だから、普段あまり外出することはない。あ、体が甘いもんを欲してる。こらこらっと。そんな俺が外に出る理由で最も多いのは、でこらどころか何もないじゃないか。まあ食料や飲料の買い出しだ。忘れていてすっからかになっちまった。前は通販で済ませてたんだが、実家に帰った時に話したら、少しは外に出て歩きなさい。でも便利なんだぜと母に叱られてしまったので、仕方なく自分の足を使うようになったのさ。目的地は歩いて20分くらいのスーパーマーケット。ちな、太陽近づいてねえか。照りつける太陽に愚痴を言いながら、俺は汗を拭いつつ歩き出した。スーパーに行くには大通りを通る必要があるんだが、いくらなんでもうるさすぎる。毎回この騒音を耳にしなければならない。大通り沿いに住んでる人は仕事になるのか。交通量が多く急いでいるやつばかりなので、この辺は事故が多いことでも有名だ。おい離れて、そこ写真は撮らないで。俺も何回か事故現場に遭遇したことがある。しかし事故なんてものはいつだって一言だ。運の悪いバカだな。自分がその当事者になるまではな。俺はいつもの道をいつものように歩き、いつものスーパーへ向かった。チキンとコーラを大量に買い込んでおくか。そう、何十回何百回と繰り返した当たり前の日常だから、あの時は驚いた。いや、スマホを見ていたから驚く間もなかったが、金切り音に気づき顔を上げた時にはもう遅かった。はーん、車が俺に向かって猛スピードで突っ込んできてたんだ。全身がペシャンクになるほどの衝撃。俺の体は吹き飛ばされ宙を舞った。キャー、誰か引かれたぞ。警察呼べよ。ヘイゲ、朦朧とする意識の中目を覚ました。俺は大勢の人に囲まれていた。何があったんだ、俺はどうなってる。声に出したつもりだったが、なぜか声は出なかった。声だけじゃなく腕も痺れてるみたいで動かせないし、足に至っては感覚がなくなっていた。どうなってんだ。でもそれは当然だったんだ。だって車に轢かれた俺の体は真っ二つに裂けて、腰から下がちぎれてたんだから。救急車。あの時突っ込んできた車はすでに手前で衝突事故を起こしていて、完全にコントロールを失っていたそうだ。猛スピードで走る制御不能の鉄の塊、その先にいたのが不運にも俺だったというわけだ。誰が見ても俺が助からないことは明白だっただろう。救急車呼ぶか。絶対助からないだろこれじゃ。俺は絵も言われぬ寒さと渇きに襲われていたが、不思議と痛みは感じていなかった。だが驚いたことに、俺はなかなか死ななかった。 おい、それどころかゆっくりと手を上げたり、首を横に向けたりと動くことができた。無意識は途切れ途切れだったが、喉乾いたな。喉の渇きを癒したい、その思いが行動に出たんだろう。だがさすがに30分も経つとほとんど動けなくなった。水。そして頭の中が水分のことでいっぱいになった時、神は最後に一回だけ俺に奇跡を授けてくれた。水。俺の口から一言だけ漏れ出たか細い声、それが俺の口から出た最後の言葉になった。親切なヤジ馬が俺の口を開け、水を流し込んでくれた。怖かったろうに、彼に心から感謝した。その直後俺は生き絶えた。よく考えると野獣馬はずっと俺を励ましてくれていた。おかげで寂しくなかった気がする。ただの日常だったスマホ歩きがこんな事故につながるなんて。どこに悪魔が潜んでいるかわからないんだ。みんなは気をつけてくれよ。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。